こんばんは、ユーチューバーのスケロクです。疲れた。今日は、建設の現場に駆り出されまして、ハツリハンマーとかね。ところでさ、何屋さんなのって聞かれたんで、ぶっ壊し屋ですってね。あ、だったらハツリがうまいでしょって。違う。何屋さんなのって聞かれて、ドローン屋なの俺。ユーチューバーなの。いやいや、本当のところ何やってたのってね。なんかオタクそうで、なんか結構力あるしってね。トラック乗ってましたって話したらね、今日みたいな日大変でしょうってね。皆さんお疲れ様です。頭が下がります。仲間がね、捕まってるのかな、この雪大丈夫かなってね。でも関越道ルートはね、通らないんでね、たびたびネタにする上新道ルートとね、会津ルートとか大変だったなってね。やられたのは東京の雪ですよね。3年だかなんだかの前でね、40時間ぐらい走りっぱなしでしたからね。トラックドライバーだったんだってね。何運んでたのってね。新書ってね。はぁってね。今日も来てましたよ。こういうやつですよね、新書っていうのはね。郵便物と配達証明書。法律事務所。様。埼玉新都心郵便局だそうです。埼玉新都心郵便局からね、なんかお手紙が届いてましたけれどもね。知りません。はい。今日の仕事は何時受け？でも2時受けなんだよね。労働じゃねえよな。請求あげた方がいいんかな。請求あげてくれって話だよね。ていうか労働じゃねえの今日ってさ。いや頼むよってね。来週どうって言われたんで、いや来週は本業のパイロットが忙しいんで勘弁してくださいってね。幕の内弁当みたいなことやってるねって言われちゃってね。いやー参ったなね。ところでさ、七五さんさ、トラック乗ってたって言うけど、おしっこどうしてるのって。ああいう時おしっこどうしてると思います？自分の前がね、某猫のマークが書いてある、あの定期便のトレーラーさんだったんですよ。我慢できなくて、トラクターとトレーラーの間に隠れておしっこしてましたね。あのね、四軸だと二軸目の後ろが臭いんですよね。仲間でね、そこでね、大きい方をした人がいてね、なんかバックモニター見たら、てん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 ってね、おわーい、それさ、僕のさ、キハ40垂れ流しボットンじゃないからさ、いや、菅平でやったとは言いませんよ。一応さ、刑法に触れるからね、一応ね、刑法に触れるからね、いやだからね、小さい方はね、だからね、結構ね、あれ？なんで六助出ちゃうの？あれれれれ？あれれれれれ？こういうの大人の事情ってやつですよね。なんか見たことあるなぁ。あれだと思うんだけれども、僕はね、もうタバコ吸わないんで、ガムを食べるんだろ、ボトルで買ってたんですよね。あの中におしっこをして食べてました。そしたら今でいうハッピードリンクショップ界隈の仲間たちですよね。給料を、お給金じゃねえんだよな、請求払いをしてる人たちですね今はね。その方たちとちょうど悪だくみをして話をしてたところで、ロクちゃんさ、あの時俺と電話をしてたよねってね、気を取られてお留守になって、ガムじゃなくておしっこの方のガムに指突っ込んだよねって、塗るってね、うわっつってね。いやさ、統括部長がさ、なんか知らないけどこれくらいの麦茶の箱を持ってるんですよね。その中のおしっこを入れてたらしくて、
誰かが使ったらしいんですよ。部長頼むからそれはやめてくれってね。いやだってさって、ね、一応言いますよね、あのもう本当にもう固まって、もうデジタルタコグラフがもうリセットされちゃうくらい、だからひどいともう8時間休憩とかできますよね、あの東京の雪の時はもうどうにもならない、もうカーテン閉めてさよなら、もう路上で幅寄せてね、もう路上でもうカーテン閉めてさよならって、もうねドア叩かれるまで起きないねっていうことやってた人たちもいましたからね。ほんと厳しい雪で缶詰ってね、もう改善告示もクソも何もないからね、参っちゃうよね。大変でしたって話でね、部長はその後紙瓶を持って歩ってましたね。あの麦茶のそのボトルは、やばいんでやめてくれ。紙瓶いや本当に定期便やってると、遅延が15分でね、全然ね、バスは2マンだからいいけれどもね、ワンマンだとね、トイレに行く時間も削って走ってましたからね。サンタクロースさんが来たのか、あそこにね。サンタクロースさんはね、なんかね、トラックに乗ってくるらしいですよ。今日は何日だ？ね、もうそろそろね、今週の土日はね、明日はな、サンタクロースの格好をして子供になプレゼント買ってあげないといけないんだよな。うちにはもうサンタさん来ちゃったんですよね。オーテルロボティクスまだ開けてないんだよね、土日でね、これでね登録作業しようと思います。はい、ではまた。トラックドライバーの方、土日大変です、お疲れ様です。またお会いしましょう。さよなら。